NHK マイル C を頂点とする3歳マイル路線に組み入れられているレースで2012年から現行条件で行われている中京競馬場芝 1400m は向こう上面のニツノからスタートするワンターンコーススタートしてなだらかな上り坂が続くために激しい先行争いになりにくく上がり最速馬は過去10年で5の1の3 4瞬発力勝負になることが多い写真ロジリオンのこれまでの軌跡ロジリオンはクロッカス SU 勝馬で レコード決着となった慶王杯2歳エスクビサ2着。一息入れた後の前走は大きく体重を増やしての出走となり、前半サンハ波論35.2秒、半マイル通過47.1秒という早い流れをまだいとけなさを残しながらの追走だったが、ゴール前で測ったように差し切った。これで左回りの芝線400メートルは2-1-0-1。中京競馬場は初めてだが輸送をこなせば不安はなさそうだ。 休み明けを使われた上積みも期待できそうで、ここは重症ウィナーの仲間入りのチャンスだ。ゼロオーキッドロマンスはクロッカス S2 着馬で、KO 杯2歳 S3 着馬。いずれのレースもロジリオンとは同タイムだった。こちらは日本ダービーでレースレコードを記録した父ロジャーバローズ譲りの先行力、スピードが武器。カンナエスで示したように逃げなくても競馬ができるが、どちらかといえばワンペースの馬だけに仕掛けどころが難しい。 ただし、その堅実性は評価できる。